皆さんこんにちは、あやたんです。こんにちは、ケイティです。さて、行きますか。せーの、天草ちゃんハッピーバースデー、イエイエイ。はい、いやー、今日は天草ちゃんの誕生日でございます。そうなんですよ、28日当日でございます。皆さんもぜひ天草ちゃんのバースデーをお祝いしてください。さらに今日はもう一つありまして、なんとですね、この八内 TV が50回目を迎えました。めでたい。ありがとうございます。すごいですね、50回。そうなんですよ。あれよ、あれよと。ってことは、もうあれですね、50回分ぐらいのコスプレをあやたんしてきたと。ねえ、これね、そうなんですよ。監督の皆さん、今回はですね、僕は実はこっそりとあやたんの今までのコスプレを抜粋してきましたので、これね、本当にね、私さっきここに入ってくるまで知らなくて、はい、ですよね、ダミーの台本を渡されてたんですよ。ひどくないですか。なかなかやり手ですね。いや本当ですよ、ディレクターがですね。いやもう本当にもう恐縮です。一旦見てみますか。はい、はい、はい、まずは季節ものから見ていきましょうか。まずはこちら。はい、七夕ですね。はいはいはい、はい、これはね、ケイティさんも僕唯一ですね。そうですね、予算がここでしか降りなかったっていう。これはでも監督の皆さんとね、お願い事募集したり、そうですね、はい、楽しかったです。写真撮らせていただいたりとか、そうですね、はい、楽しかったです、うん、ありがとうございました。はい、そんな夏があり、あり、これあれだ、はいはい、ひな祭りだ。あー、懐かしいですね。懐かしいですね。泉田のとか、ね、あー、そう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 、はい、懐かしい。もう1年経っちゃいましたもん、そうですね、びっくり。早い早い。からの、はいはい、あー、クリスマスですね。クリスマス懐かしいですね。これね、結構今年も来たんですよ。生放送で。はいはい、なお欲しいですね。あ、そう、これ今年版、はい、これね、私も同じ、そうそう、愛用してます。そうそうそうですね。なあ、新年だ。新年でございます。いいですね。ありがたいことに着物着させていただいて、はい、これ今年版ですね。はいはい、楽しかったな。いいですね。からのこれですよ。出た出た、最大の茶番。最大の茶番マジで。これね、すごい、8時入りとかで衣装を着るのに。なんかもう職種コスプレイヤーみたいな。めちゃくちゃ大変だった。めちゃくちゃ大変でした。これはとんでもない、でもいい機会でございました。本当にもう皆さんありがとうございます。ありがとうございます。安心してるようですが、まだまだあります。もういいよ、本当に。もう、はい、よくないですか。選手もの行ってみましょう。選手もの、はい、あー、はいはいはい、中野ですね。懐かしいな、これ。懐かしい、7回目だって、はいはい、懐かしい。はいはい、倉敷、ね、じゃん。そうそう、はい、ヘッドホンをね、見つけてきたんです、はいはい、でも完全にもう。そうそう、心ここにある。ガリーノ、これはあれです。あー、はい、七夕有原、星に願いですね。そう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 、があったりとか、これルーちゃんをすごいね、頑張ってね、はいはい、探してきた。これ2人とも髪型がちょっとだいぶ違います。そう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 、レオンだいぶ長いです。レオンくん髪長いね、はい、これルーちゃんがミソでしたね、はい、で、あ、これはね、ありがたいことにちょっとこう好評をいただきました。ありがとうございます。なんかちょっと心なしか自信に見える。ドン。お恥ずかしい、本当にお恥ずかしい。本当に恥ずかしい。教頭先生ですね、はい、はい。あ、で、そうそうそう、あ、出た、これ剣道の道着です、はい、あれ、これ誰でしょう。これは、レオンくんです。あ、レオンくんか。これレオンくんです。はい、確かに。これは、なんかね、借りたんですよ、道着をね、一式、はいはい、でも、はい、いざやろうってなった時に、そこにいる誰も剣道やったことがなくて着られなくて、急いで車内から、はい、剣道経験者を呼んできて、あ、いたんですね。そう、もうね、着せてもらった。なるほど。そうなんです、そうなんです。いろいろありました。いろいろありましたよ。さあ、そろそろ本題に入りませんか。はい、じゃあラスト1枚。あー、もうやだよ。もうね、関係ないんですよ、これ、8点。はい、あれですか、プライベートでもやってるんですか。違う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 。これはあれです、社内用で。そうですね、もう完全に社内のやつですね。はい、社内のやつです。もう、はい、ありがとうございました。はい、本当に、本当にありがとうございました。はい、もう皆さん、本当すいませんでした。ありがとうございます。もう、ほどほどにこれからも楽しめることを思っております。多めに見てください。ありがとうございます。さて、もう改めて本題に入りましょう。はい、本当に入りましょう。はい、今日はですね、新しいスカウトの情報から参ります。その名もこちらです。じゃじゃん。重ねた思いで結ぶ一つの願いスカウト。イエイ。イエーイ。
こちらどんなスカートになってますか？これはですね、はい、あの九州祭の、大会のちょっと前の話なんです。で、その個々の選手たちに、フォーカスを当てた、そんなスカート。なるほど。ということで登場する選手見ていきたいと思います。まずはこちらです。じゃじゃん、本庄ちゃん、嬉しい。推しじゃないですか。でもさ、ほら、また野球してない。確かに。また野球してない、はい、かわいいけどね。でもちょっと表情からちょっと気になりますね。どんなあれなんだろう。気になりますが、気になりますが、楽しみにしたいと思います。はい、楽しみにしてください。はい、はい、選手としてはどんな選手になってますか？はい、この本庄ちゃんなんですけれども、7回以降、2点差以上で負けている時、味方打者のパワーと、ミートが大幅に、上昇するような、すごい強いスキルね。嬉しい。で、スキルとか才能の特性としては、結構工場で発動するようなものが、多いですと。わ、嬉しい。はい、で、あと固有スキル と、勝負師の極意が、ハマると、より進化を発揮するような、そんな選手になります。最後に、チームスキルのトリガーとなる、躍進する戦術を持っております。お、やったー。これでもすごい強力ですね。そうなんですね。絶対お迎えしようと思います。はい、続いての選手はこちらです。じゃじゃん、天草ちゃんですね。今日はね、ちょっとね、寄せてみた。そう、今日は天草ちゃん。なるほどです。寄せ、お誕生日だし。はい、ということで、はい、天草ちゃん、あれだね、なんかを描いてるんですね。そうですね、なんか決意の表情が見られます ね。本当ですね。これもちょっとどんなシーンなのか楽しみですが、選手としてはどんな選手になってますか？ミートパワーも含めて、あとは、ホームラン率も、上昇するような強力なスキルになっておりますと。で、アベックホームランの費用を、持っているので、前出しに、強力な選手がいると、さらに、ホームランを狙えるような、そんな選手になります。はいはい、で、あとは、悩みを解消すると、自分の打席以外でも、相手のエラー率を上げるような、才能になりますと。ほうほうほう。で、最後に、この選手も、ツームスキルのトリガーとなる、躍進する戦術を持っております。わー、はい、ということで天草ちゃんでした。続いてはこちらです。じゃじゃん、花山ちゃんですね。なんか応援してる風ね、かわいいかわいい、いつもの花山ちゃん、かわいらしい感じですが、どんな選手になってますか？はい、この花山ちゃんなんですけれども、はい、試合後半や、勝ってる時に、打撃力が上がる選手になっております。ほうほうほう。で、試合中盤以降、かつ、2点差以上で勝っている時に、味方の、守備を向上させるような才能を持っております。なるほど、もうじゃあ勝ち切っちゃう感じですね。です、うん、で、この選手も、チームスキルのトリガーとなる、躍進する戦術を持っております。はい、ということで花山ちゃんの紹介でした。以上、新スカウトの紹介でした。皆さんもぜひお迎えしてみてください。続いては新イベントでレストの紹介です。その名も春風導く六花です。わー、はい、こちらどんなデレソになってますか？はい、これは、九春祭直前の3月の話になってます。はいはい、で、2年生たちが、後輩たちに向けて、何ができるかみたいなところを、悩みと導くみたいな、そんなお話になっております。2年生ネタ嬉しい。はい、でさらにですね、はい、なんとこちらが登場すると聞いております。じゃじゃん、はい、はい、シンデレストメニューですね、2本。こちらはどんなメニューになってますか？これはですね、特定の選手を、編成するたびに、このリボンが、追加されます。で、このリボンは、全タイプの、練習相手のやる気を2倍に上昇します。すごい。でさらに、全種類の、絆の証を、1個ずつもらえるみたいな形となっております。わー、嬉しい。はい、ということでリボンもね、楽しみなんですが、さらにこちらです。じゃじゃん、こちらのですね、塚原ちゃんがお迎えできると伺っております。かわいいんですよね、真剣な表情で、楽しみ楽しみ。ということで皆さんもぜひ新イベントデレストやってみてください。そしてついに3月2日から今年の九州祭の、はい、カウントダウンが始まります。いよいよ来た。いやー、楽しみ。楽しみですね。いやー、めちゃくちゃ楽しみです。楽しみですね。はい、でちなみに去年のね、ロゴがね、こんな感じだったんですよ。じゃじゃんと、こんな感じです、はい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 、それがですね、今年こうなります。はい、はい、ババン。おお、すごい、なんかピカピカしてる。ピカピカしてる。リファイン。リファインですね。リファイン、はい、リファイン、どういうことかという話ですが、はい、あれですね、去年のね、九春祭では描かれなかった部分も描かれる完全版になる。そうですね。はい、聞いております。すごい楽しみなんですが、はい、何よりも新しいライバル選手が登場しちゃうと、まだあんま言えない。まだあんま言えない。まだあんま言えないらしいので、皆さんぜひご期待ください。
そしてですね、カウントダウン期間のゲーム内のログインボーナスでは、はい、9スターがたくさんもらえると聞いております。いいですね、楽しみ、やったやった。はい、でさらにですね、合わせてツイッターでもリツイートキャンペーンがスタートしますので、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。そして最後に来週のですね、3月7日の21時から八生の8回表が放送になります。イエイ、楽しみにしていていただければと思いますが、新情報盛りだくさんですか？そうですね、はい、九州祭の情報ももちろんなんですけども、はいはい、それ以外にもあと驚くようなことをできればなと思います。楽しみということで、皆さんぜひ見てください。ということで今回のハチテレは以上となります。ハチテレでは引き続き動画やゲームに関するメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望から気軽に送ってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。